おはようございます。大家早上好。今日は11月3日、文化の日ですね。今天是11月3号、文化节。バイクの後輩に中国から来た20代の若者がいるんですよ。その方はですね、日本の大学に今在学してて、時々一緒にバイク乗ったり、お食事したりするんですね。まだ日本に来て2年ぐらいで、日本語もままならないですけれども、とても優しい子で、頭もいいしね。で、この間、中国語で話すね。私、中国語じゃなくて中国語ね。我有一个朋友、车友、小车友、20岁左右吧、出头了。他在上日本的大学，来日本一两年吧，不时间不太长。日语还不太好。有时候我们经常一起出游啊，或者是一起吃饭的什么的。とある日、その食事するときに、ワン先生、ちょっと話聞いてもいいですか？ってなんか神妙になって、どうした？って聞いたら、いや、もしも、中国は台湾を攻め始めたら、日本と戦争になったら、僕らはどうするんですか？なるほど。心配するよね。って私も思いました。改めて思いました。いや、もしも中国と日本が戦争になったら、俺たちどうなるんだろうか。在日中国人。ね。で、彼曰く、俺たちも日本軍に召集されて、中国と戦争することになるんですかって。と言われましたね。他问我、他说王老师啊、我问您个问题、非常严肃的哈。我说有什么事儿啊、这么严肃。他说您说这中国如果是开始进攻台湾，完了，日本不是说嘛，台湾有事儿就是日本有事儿，所以。没准儿中国日本打起来了，中国日本打起来，你说咱们怎么办？我说也是啊，我还没考虑过这个问题啊。他说的，日本人会不会把我们抓去当兵啊？完了跟中国打仗？哎呦，我想的确这个问题很严重啊，これ本当に深刻な問題だなと思って。日本と中国が戦争になったら、俺たちどうするんだ？でも考えてみたら、まあ、最悪戦争になった時に在日中国人にスパイの容疑があるとすれば逮捕されるんでしょうし、まあひどい場合はその容疑がなくてもあれじゃない？強制収容所送りかな、ワンさんもね。だからそれを話したんですよ。いや、ひどい時は、あなたがスパイ活動してなければ、多分、大丈夫だと思うんですけど、まあ、ひどい、状況がひどくなったら、中国の日本はやばい、もうまずいっていうか、もうドンパチやってるっていう状況であれば、ね、強制収容所かなって、って話したんですよ。完了、我跟他说啊、我说的、我没怎么考虑过这问题啊。但是万一真打起来了哈，就说咱们是在日本的中国人，是吧？如果咱们为中国做间谍活动的话，被他抓到了，那是他有判刑的，是不是？或者说两国的关系就非常糟糕，已经打起来了，是吧？这个时候很糟糕的情况是什么呢？就是他把咱们关在集中营里面，不让咱们出来。で、もう一つは。だから私の考え方は、その強制収容所にこう収容されて、
まあ、牢屋みたいなもんですよね。で、私なんか、いいと思います。朝決まった時間に起きて、体操して、顔を洗ってご飯食べて、もう規則正しい生活できるから、いいかな？甘いかな？私はもう、願ったり叶ったりですよ。一日三食、一日三食付きで。ねえ、あわよくば、冷暖房付きで。うん。で、ほら、外にいると、もしも日本と中国戦争したら、あいつ中国人だって言われるかもしれないし、この団地内、ね、そういう人もいなくもないと思うんで、ワンさん、評判はいいけど、ね、あいつが中国人だってなんかやれるかもしれないですけど、強制収容所にいればそんなことも心配しなくていいんですよ。絶対ないから。拷問あるかな？わ かんないけど。完了，我说其实这事儿你看你怎么考虑的？你说真是日本跟中国人打起来了吧？啊，咱们是在日本的中国人，所以有些日本人呢，可能就会指着咱们说中国这就是中国人，揍他怎么着欺负咱们啊？如果说咱们就得天天就是提心吊胆，像过街老鼠一样，是吧？人人喊打。但如果说咱们关着集中营去了，就不用担心这事儿了，大家都一样。对不对？一日三餐，对不对？而且你非常严格的这个起居生活，有节奏的，我觉得挺好，挺健康，对吧？你不用担心有人会欺负你什么的，是不是？我跟他这么说，所以什么事儿都得两面性，是吧？那何事も諸刃の剣。強制収容所に入れられたら、まあ守られてると思えばいいし。ね、それと、俺たちが駆り出されて戦争に行くことあるかっていうことなんですけど、彼に言ったのは、日本のその自衛官とか軍隊もそう、もうもしも軍隊になった場合はね、多分、公務員扱いですから、公務員っていうのは日本国籍の人じゃないと多分なれないんですよね。なので、俺たちが外国人、中国人なので、ましてや、敵対国の国民だから、日本の軍隊に入ることはまずないと思いますよ。完了，我就对他说，我们没有可能当日本兵，因为我们的国籍是中国，对吧？他日本当日本兵的这个条件是必须是日本国籍、日本国民，对不对？我们不是日本国民，我们是中国人，所以不会让我们去当兵的。まあそんな会話がありました。まあどうなるか分かりませんけど、なるべくね、ドンパチがやらないように してもらいたいな。这个事儿不知道怎么办好啊，也不知道，我也没这个权利，也没这个力量，就是一个平民，草民，是吧？所以就希望别打起来，别闹，好好过日子，是不是？今日はまあちょっと2個引いてないんですけど、今日これからね、都内に行ってレッスンしなきゃいけないんですよ。なので、今日は演奏しない。で、もう行きます。どちら様もいい休日をお過ごしください。文化の日ですからね。今天就到这儿了啊，谢谢大家。今天是文化节，希望大家过一个很好的日子，咱不要谈战争了。それでは、そうか、最近ね、募集してないんだよね。中国語も2個も生徒さん募集しています。対面でもオンラインでも結構です。個人レッスンですね。無料体験レッスンもあります。興味のある方は、ご連絡ください。お気軽に。それでは、ごきげんよう。さようなら。再见。